り霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙魔理沙。どうしたんだ霊夢。パラレルワールドって言葉を聞いたんだけど、どういうものなの？パラレルワールドはある時空から分岐し、それに並行して存在する。別の世界や時空を指す言葉だな。平行世界、平行宇宙、平行時空という呼び方も存在するんだぜ。そうだったんだ、異世界とは違うの？異世界や魔界、四次元世界とは違い、パラレルワールドは、我々の宇宙と同一の次元を、持つ存在だと言われているんだぜ。つまり、我々と同じような価値観を持った世界ということだな。アニメとかでのお話ってこと？実はパラレルワールドは映画やアニメの中の話だけではなく、理論物理学の、世界でもその存在の可能性について、様々な研究が行われているんだ。SF など空想の中だけの話ではなく、科学的に証明しようという試みがなされているわけだぜ。そして中には、パラレルワールドの存在を示唆するような発見や証拠が見つかることがあるんだ。そうなの？詳しく教えてよ。よし、なら今回は、パラレルワールドが実在する証拠を6選紹介していくぜ。ロマンたっぷりな内容になっているから、ぜひ最後まで楽しんでいってくれよな。今回も楽しみ。それではゆっくりしていってねー。昭和65年の1万円硬貨。まず一つ目は、昭和65年の1万円硬貨だな。1万円の硬貨なんてあるの？ 1 万円硬貨は日本硬貨額面の一つで、記念硬貨としてのみ存在するものだな。主にオリンピックや天皇陛下の在位何周年の記念に作られるもので、材質は銀貨と金貨が存在するんだぜ。希少なものなんだね。そして過去に何度かコンビニで、偽1万円硬貨が使用されるという事件が発生しているんだ。それらの事件には奇妙な反面が存在し、ネット上ではこの偽1万円硬貨は、パラレルワールドの別の世界線で使用されているものなのではないかと噂されているんだぜ。どうしてそんな噂がされているの？奇妙なことに、昭和は64年までしか存在しなかったにもかかわらず、この偽1万円硬貨には、昭和65年と記載されているんだ。しかも昭和64年はたった7日で終わっているから、昭和65年という年は存在するはずのない年号なんだぜ。そしてさらに奇妙なのは、使用者が本気で使える硬貨だと思ったと供述していることなんだ。そうなの？さらに使用された偽1万円硬貨には偽物であることを示すような2ミリ程度の穴が開いているにもかかわらず、2回とも1度会計を通過している点も疑問視されているんだ。そのうち使用者は昭和65年の1万円硬貨が使えるパラレルワールドから来たのではないか、という噂が流れ始めたんだぜ。あと使用者が偽1万円硬貨だと認識して使用してたのなら、防犯カメラの多いコンビニで使用するのはリスクが高いもんね。その通りだぜ。そしてなんとこの1万円硬貨には希少金属が使用されていて、造幣局と遜色ない鋳造技術で作られていたという事実が、ネット上で話題になったんだ。そんなにすごいものだったんだ。これは個人がここまで精巧な模造品を作れるのかという疑問もあるし、もしそんな技術があるなら、より本物に近しいものも作れるよな。存在しない年代にする理由もないもんね。パラレルワールドのものじゃないっていう、反対意見はあるの？この硬貨はおもちゃであるという、否定的な意見も多く存在するぜ。その一つの説に、コスモスという会社が出している商品に見た目が非常に似ているらしく、重みも本物の硬貨そっくりのものが発見されているそうだぜ。そっくりなのがあるんだね。だが不思議なのは、おもちゃの1万円硬貨には子供銀行と記載されているにもかかわらず、偽1万円硬貨には、子供銀行の文字の記載が存在しないんだ。そうなの？本物の硬貨と間違えそうなおもちゃの硬貨に、明確な記載がないのも不自然だよね。また2012年の事件では、使用者は硬貨の模造品を作った罪で逮捕されていた事実もあるんだ。もし偽1万円硬貨がおもちゃであれば、この罪の内容はおかしいと、疑問視されているんだぜ。おもちゃなら、作った罪で逮捕されるわけないもんね。さらに、仮にこの事件で偽1万円硬貨の正体がわかり、後々罪の内容が変更されていたのだとすれば、2017年の事件でおもちゃである事実や、販売元の情報が一切出てこないのは不自然だという話もあるんだ。確かにそうだよね、どうなんだろう。議論が続けば続くほど矛盾や疑問が増えていくから、現在でもパラレルワールドの根拠説が根強く提唱されているんだぜ。マンデラ硬貨。次は、マンデラ硬貨についてだな。どういう硬貨なの？マンデラ硬貨とは、事実と異なる記憶を不特定多数の人が共有している現象を指すものだな。学術用語ではないんだが、ネット上でよく使用される言葉だぜ。そんな言葉があるんだね。いつ生まれた言葉なの？2010年に存命だった南アフリカの指導者、ネルソン・マンデラに対して、多くの人が事実とは異なる記憶を持つという怪現象が起きたことにより、
マンデラ効果という名前が生まれたんだぜ。割と最近生まれた言葉なんだね。何があったの？彼は過去に国家反逆罪で投獄された過去があったんだが、その後の献身的な行為で、南アフリカ大統領になって、2013年まで存命だったんだ。だがなぜか多くの人の間で、1980年代に獄死したと記憶されていて、なんと中には彼の追悼式の様子や夫人の演説、その後アフリカで起きた暴動の数々などを、詳細に記憶している人も存在したそうだぜ。それは記憶が違いすぎるよ。記憶が違う人たちの記憶は、一致していたの？不思議なことにその事実とは異なる記憶違いは、全員が同じものを見ていたかのように、一致していたそうなんだ。本当に不思議だね。こういったマンデラ効果のようなものは、人物だけではなく、物語や歴史、キャラクターなどの記憶にも発生するんだぜ。しかしなぜ、全く面識のない不特定多数の間で、記憶違いが共有されるのかは、分かっていないんだ。そのためこの現象自体が別の世界線、つまりパラレルワールドを垣間見たために起こる、現象なのではないかと言われているんだぜ。他に説明できる説が思いつかないもんね。日本でも何かあるの？マンデラ効果のような現象は世界中で報告されているんだが、日本にも存在しているぜ。場所は東京都大田区。この大田区は実はたくさんの人間が、以前は大田区だったと、勘違いしているという事実が存在するんだ。そうなの？少しは大田区だった時があるとか？大田区という表記だった事実は、一度もないと言われているぜ。他にも1989年に中国で起きた天安門事件の映像では、戦車の前に立ちはだかった男性が、そのまま引かれてしまうという記憶を持つ人がたくさんいるんだ。だが実際はこの男性は戦車の前から立ち退いていて引かれてはいないのに、当時現場を直接見ていた人の中にも、男性が引かれたという記憶を持つ人も存在しているんだぜ。一人だけなら勘違いで終わるけど、たくさんいるのが不思議すぎるね。他にはどんなものがあるの？軽く紹介していくが、世界地図を見てオーストラリアの位置の記憶違いという話もあるし、キャラクター系で言うと、ピカチュウの尻尾の先が黒いかどうかや、ミッキーマウスのサスペンダーの有無、他にはファンタのゴールデンアップルが、存在したかどうかなど、身近なところにもマンデラ効果は存在するんだぜ。そんなにあるの？今の私の記憶が事実と合っているのか、自信がなくなってくるよ。未発表のビートルズのカセット。次はどういうものなの？皆ご存知、ビートルズが関連する証拠品に関するものだな。この証拠品はカリフォルニア州のリバモアに住む、ジェームズ・リチャードという男性が、パラレルワールドから帰還した証拠として、ネット上に公開したものなんだ。本人がパラレルワールドに行ったって言っているものがあるんだ？どう言っているの？2009年9月9日、彼はドライブ中に愛犬のトイレのために、車を道路脇に停車させたんだ。しかしトイレ後愛犬がウサギを追いかけ始めてしまい、彼は愛犬を追いかけている、途中で転倒してしまい、そのまま意識を失ってしまったんだ。そして彼が目覚めた時、景色は一変していたんだぜ。全然違うんだ？どんな感じだったの？周りには見たこともない精密機械が置かれていて、知らない男性による治療を受けていたんだぜ。目覚めてからその男性に、いろいろな話を聞いたんだぜ。男性はジョナスという名前で、この世界はジェームズ・リチャードがいた世界とは、違うパラレルワールドであることが判明したんだ。ウサギを追いかけて迷い込むなんて、不思議の国のアリスみたいだね。そしてジョナスによるとこの世界は、1950年代にパラレルワールド研究と、宇宙開発のどちらを行うべきか地球規模で議論されており、結果、パラレルワールドの、研究が選択されたそうなんだ。世界的にパラレルワールドの研究をするなんてすごいね。そのためパラレルワールドが身近な存在になっていて、ジョナスは偶然見つけた。ジェームズを、パラレルワールドの住人だと理解できたんだぜ。宇宙開発を選んだ私たちの世界とは、違う選択をしたわけだな。興味深いお話だね。そしてジョナスは、この世界では CD があまり普及しておらず、カセットテープが、主流になっていることや、似たような味で違った名前の食べ物があることを教えてくれたんだ。いろいろ話していると、音楽の分野で、元いた世界と同じ名前のバンドが存在していることが、判明したんだぜ。それがビートルズなんだね。こっちの世界と違うことはあったの？ビートルズは解散しておらず、現役で活躍していることだな。元いた世界でビートルズは1970年4月に事実上の解散をし、1971年3月に、法的に解散しているんだ。それにジェームズがパラレルワールドに迷い込んだ2009年の時点で、元メンバーの、ジョン・レノンと、ジョージ・ハリスンはこの世を去っているんだが、パラレルワールドの世界では、メンバー全員が揃っていたんだぜ。全然違うんだね。それを聞いたジェームズはどうしたの？このびっくりするような事実に強く興味を惹かれたジェームズは、
何も持ち帰ってはいけないというジョナスの警告を無視して、カセットを一つポケットに忍ばせたんだ。そしてこちらの世界に帰ってきて、そのカセットの内容を YouTube 上にアップしたんだぜ。証拠があるのがすごいね。ただこっそり持ち帰ったため、このカセットに関する情報はスリーブに書かれた。エブリデイケミストリーというアルバム名や曲名以外、何一つ残されていないんだ。そして録音されていたものは、間違いなくビートルズの曲であると確認されているんだぜ。今ある曲とは違ったってことだよね。それなら本当にパラレルワールドから、持って帰ったんだ。ただ視聴者からは、これは既存のビートルズの曲やメンバーのソロ曲を切り張りしただけの、ものだという声も多く上がっていたんだ。ファンからすれば、どの曲を切り張りしたか。一目瞭然らしく、YouTube のコメント欄には、曲ごとに使用された既存曲のタイトルが、寄せられていたそうだぜ。嘘だったってこと？ただ、もし作られたミックス曲だったとすれば、どうやって作ったのか、技術的に謎だと、指摘されている曲も存在するんだ。コメント欄にはサンプルプロデューサーや、リミックスのプロたちもいたんだが、彼らは原曲から特定の音だけを抜いている部分の、ボーカル音声が非常にクリアな点を指摘し、リミックスでここまでクリアな音に、できるのかと疑問視していたそうなんだ。説明できない不思議なところもあるんだ。そして仮にこのカセットをリミックスで作るのならば、メンバーのソロ曲の録音を、自由に入手でき、かなり高度なミックス技術を持っていて、かつ生演奏でインストー、再編曲できる人物であったと指摘されているんだ。そんなことができる人物なんて限られるよね。かなり限られるな。そして目的も謎だから、本物か偽物かという結論は、未だに出ていないんだぜ。本物でも偽物でも興味深いものだね。個人的には本物であってほしいな。宇宙論。次はどんな証拠なの？宇宙論だな。宇宙論の観点からは、パラレルワールドは存在すると考えられているんだぜ。どうしてそう考えられているの？宇宙観測の予測によると、宇宙が無限だと仮定すれば、理論的には起こる可能性の、あることは全て必ず起こるか、すでに起こっているという基本的な考えが存在するんだ。だから存在する可能性があるパラレルワールドは、存在するってことだね。その通りだぜ。そして現在、宇宙は無限で均一の物質によって満たされていると言われているんだ。この理論から考えれば、均一の物質で構成されたもう一人の自分が存在することは、天文学的な観点から見れば予測されうる事実になるんだぜ。無限なら、その無限のどこかに同じような世界があるってことだね。そして、ビッグバンから時間の進行方向に広がったのが現在ある宇宙だとすると、物理学の CPT 対称性という考え方によると、ビッグバンを中心として逆方向の、宇宙についても考えなければならないんだ。それは私たちの宇宙とは反対側の対照的な宇宙、そして対照的な世界の存在を考えることにつながるんだぜ。ちょっと難しいよ。物理学に関しても解説していると時間が足りないから割愛するが、わからない場合そんなこともあるんだと思ってくれていいぜ。だが、これを証明するような事実も確認されているんだぜ。どんな事実なの？2020年5月、NASA の南極衝撃下とアンテナ、アニータが、地球の中から出現した、タウニュートリノを検知したんだ。これも詳しい説明は省くが、タウニュートリノは本来、宇宙から地球に向かって降り注ぐ存在なんだぜ。それが地球の中から出てきたんだね。貫通しただけじゃないの？高エネルギー粒子であるタウニュートリノは、固体物質に触れると静止するという性質を持つんだ。だから反対側から飛んできたタウニュートリノが地球を貫通して出てきたということは、考えにくいんだぜ。だからパラレルワールド説が出たんだね。その通りだぜ。このありえない動きを一部のメディアは、タウニュートリノが時間的に後方移動している。これはつまり時間が逆行する、パラレルワールドの存在を示唆する証拠である、と主張する動きがあるんだ。つまり、地球の反対の時間軸のパラレルワールドから飛んできたのだという主張だな。そんなパラレルワールドがあるとしたら、どんな世界なんだろう。そしてタウニュートリノを感知したアンテナアニータの研究チームは、138億年前のビッグバンの瞬間に2つの宇宙が形成されたのではないだろうか。もう一つの宇宙は我々の世界から見ると、ポジティブはネガティブに、左は右に、時間は逆行している鏡のような世界だろう。とし、粒子が時間を逆行している可能性があると言っているんだ。だがニュートリノ自体がまだ謎に包まれた存在なのも事実で、パラレルワールドの証拠だと判断するのは、早計だという意見もあるぜ。もしかしたら、物体を通り抜ける性質もあるのかもしれないんだね。他にも意見が存在し、今回の動きには物理学の分野での新発見が隠されている、可能性も大いに高いとも言われているんだ。この現象は、パラレルワールドの、証拠だけの話で終わるのはもったいないってわけだな。パラレルワールドだけじゃなく、すごいことがわかるかもしれないね。
このタウニュートリノの謎の動きについての論文も未だ発表されていないから、アンテナの異常や他の要因によってもたらされたという可能性も排除できないがな。どうなんだろう。今後の研究に期待だな。20階建ての建物。次のパラレルワールドが実在する証拠は、どんなものなの？まず1986年11月9日、ペドロ・オリバ・ラミレス氏は、車の運転中に突然、テレポーテーション現象に遭遇したというんだ。瞬間移動したの？詳しく教えてよ。彼は午後11時頃に、スペインの都市セビリアから15キロほど離れた、アルカラ・デ・グアダイラに向かっていたんだ。すると高速道路を走っていたラミレス氏が、あるコーナーを曲がった瞬間、不思議な現象が起こったそうなんだぜ。どんなことが起こったの？なんと、目の前の道路が急に6車線に増えたんだ。彼は驚いたんだが、そのまま運転を続けていると、周りには明らかに見慣れない、景色が広がっていたんだぜ。すると突然、目の前に見たこともないような、20階建ての建物や見慣れない建造物が現れ、その道路の周りには高さ60センチほどの、草原が生い茂った風景が現れたそうなんだ。すごく奇妙な体験だね。そしてさっきの建物を見た瞬間、熱い感覚が彼を襲い、それと同時に運転する車の遠くから、あなたは別の地球にある別の国へ転送されました。という声が聞こえてきたそうなんだ。転送も驚くけど、突然聞こえてくる声の方が驚きそうだよ。その後どうなったの？その後彼は、1時間ほど運転を続けさまよっていたんだ。すると3つの標識が目につくんだ。そこにはマラガ、セビージェ、アルカラと、どうやら3カ所に分かれる、標識が現れたんだぜ。どの方向を選んだの？彼はセビージェを選び、回り道をすることに決めたんだ。そして車を止めてふと左側を見た瞬間、元々の目的地であるアルカラでグアダイラに、到着していたというんだぜ。戻ってくるのも急だったんだね。引き返したらさっきの場所に戻れるのかな？混乱した彼は通ってきた道筋を戻り見た風景を探したんだが、先ほどの3つの標識や、20階建ての建物や草原も、痕跡すら見つけることができなかったそうなんだ。なんで迷い込んじゃったんだろう。選択を間違えていたら、その世界に取り残されたのかな。その可能性もあるな。なんだかゾッとするね。不思議な形の岩。6個目はどういうものなの？不思議な形の岩だな。まずペルー共和国の首都リマから5時間のアンデス山脈に、マルカワシストーンフォレスト、という場所があるんだ。その場所には4000を超える岩石の奇跡群があって、そこにはまるで、彫刻されたような人間の顔の形をした不気味な岩がたくさんあり、どのように形作られたのか、その工程がはっきりしていない謎の岩石群が存在するんだぜ。そんな不思議な場所があるんだね。どうしてそんなに奇妙な石があるんだろう。一説によると、約7000年前はこの場所は海底の一部だったと考えられていて、火山の噴火によって海面に落ちた溶岩が海底に沈み、その溶岩が冷えて固まり、大地と同化し、そしてそれらが風や雨などの影響で風化し、現在の形になったという説があるぜ。自然によるものだってことだね。あくまで一つの説で証明されているわけではなく、現在は不思議な岩のままだな。そして不思議なのはその見た目だけではなく、マルカワシストーンフォレストが、異世界へ繋がる場所であると言われていることなんだ。どうしてそう言われているの？リマ在住のラウル・リオス・センテの博士が診察した、半身の運動機能を完全に失った。片麻痺の女性から聞いた、驚くべき発言がその異世界の話に繋がる発端だな。どういうお話なの？ある日彼女が友人たちと森でキャンプをしていると、ライトに照らされた洞窟を発見したんだ。すると洞窟の中から音楽が聞こえてきて中を覗いてみると、17世紀の時代の服装をした、人々が踊っているのが見えたそうなんだ。かなり不思議な体験をしているね。彼女はその後どうしたの？中の様子が気になり、洞窟の中に入ろうとしたんだ。彼女はそのまま中に吸い込まれるように入っていくんだが、体が全部洞窟に入り込む前に、友人が彼女を力ずくで引き戻したんだ。彼女は無事にこちらの世界に戻ることができたんだが、その出来事があってから、彼女の身体の半分が麻痺してしまったそうなんだぜ。これが麻痺の原因だったの？事故とかじゃなく？その後の医学的な診断の結果、彼女には麻痺状態につながるような原因が、特定できなかったとされているんだぜ。それらのことから、彼女の半身はパラレルワールドの入り口に入り引き戻されたことで、神経系が断裂し片麻痺になってしまったのだろうと言われているんだ。もしかしたら、半身を向こうに取られちゃったのかもしれないね。地元の住民の多くは、この場所には別の次元につながるような扉があると信じていて、研究者の中にも、彼女が見つけたような入り口は別の世界につながっていて、存在すると唱える人もいるんだぜ。本当にあるのかな？気になる。締め。
今回はパラレルワールドが実在する証拠6000について解説したが、どうだった？パラレルワールドのお話って世界中にあるんだね。本当に存在するのかもしれないと思えてきたよ。もしかしたら、いつの間にか不思議な世界に迷い込んでいるかもしれないな。その世界にもポテチはあるといいな。ポテチがない世界に迷い込んでも大丈夫なように、今から食べておくのもいいかもな。そうするよ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よかったら他の動画も見てね。最後までご視聴ありがとうございました。